トラビスジャパンにとってデビュー後2度目のツアーとなるトラビスジャパンコンサートツアー2024ロードトゥーオーセンティシティが神奈川横浜アリーナで開幕した本校では1月4日昼公演の模様をお伝えする以下曲名や演出といった公演内容のネタバレを含むため今後ツアーに参加予定の方はご注意いただきたい12月20日にはファーストアルバムロードトゥーエー で初の CD リリースを果たしたトラビスジャパンアルバムタイトルの A に込められた意味の一つであるオーセンティシティ信憑性、信頼性、申請性、本物、真実であること。この言葉を掲げた今回のツアーは、そのタイトルからもエンタメに対するまっすぐな姿勢や熱い思いが読み取れる。彼らの目指す本物とは何なのか、開演前の会場は、 初日特有の期待感と緊張感に包まれているようだったが、客電が消えモノクロのムービーがスクリーンに映し出されると、空気が一変した。激しいレーザーとビビットな照明がメインステージを照らす中、地上6.5メートルの高さの巨大なゴンドラに7人のシルエットが浮かび上がる。カラフルでゴージャスな衣装に身を包み、サングラスをかけた彼らの姿を認めると大きな歓声が上がる。 横あり、騒げのシャウトで始まったオープニングナンバーは、ドライビン一重引用フミークレイジー。曲中にサングラスを投げ捨て、ゴンドラからメインステージに飛び降りる演出はさながら映画のワンシーンのようで、会場をさらに熱狂させる。爆発的な熱狂をそのままに、夢のハリウッドの英子バージョンである、マイドリーミーハリウッド、さらにデビュー曲、ジャストダンス。 と畳みかけ、高いダンス力を見せつける。ムービングステージで披露されたユニークタイガースではアイドルらしい表情で個々のチャーミングな一面を示し、コールや手拍子でファンと一つとなる。大きいキエでは360度ファンに囲まれ踊る彼らの弾けるような笑顔が印象的だった。さらにメンバー紹介を兼ねたリミックスダンスナンバーでは おちゃめな素顔をかいま見せながら、高いスキルのソロダンスを披露し、怒涛のステージを展開していく。ゴールドのスーツに着替え、サイドメンバーがメインステージへ登場。群舞の美しさが際立つ、スイングマイウェイ、タップダンスと電飾付きステッキのパフォーマンスで見せた、夢のハリウッドと、ゴージャスなショーが続く。 ステージ上段からスロープになった LED パネルを滑り降りる演出で客席を沸かせ、続く Seasons of Gold では壮大なサウンドをバックにソロボーカル、コーラスが美しく重なっていく。ムービングステージの縁に腰掛けながらリラックスした雰囲気で歌われた s o デ d 伸びやかなダンスボーカルで聴かせた Still on A Journey と高い歌唱力が発揮される楽曲が続く。そして、 トラをモチーフとしたトロッコ。通称トラッコがメンバーカラーの装飾を施して登場し、キープオンスマイリングを歌いながら7人はアリーナを駆け巡る。2階スタンドまで上がり、チャージング。トークイット、メイクイット、をパフォーマンス。会場の隅々にまで目を配り、ファンとのコミュニケーションを楽しむ姿が見られた。MC コーナーは、 アットホームな空気感で楽しいトークが繰り広げられた。ツアー初日に再始お披露目されたのは、松田玄太によって今年の抱負が書かれた大きなパネル。松田が幕を開けると、そこには、シューと見事な文字が記されている。ツアー感想という意味はもちろん、トラビスジャパンとして世界中様々な場所で夢を叶えられたら、という思いを込めたものだと説明されると、 客席からは大きな拍手が起こった。また元日に起こった令和6年、の都半島地震についても触れ、ツアー2つ目の場所として1月13日14日に行われるはずだった。新潟公演の中止と今後の振り替え公演実施の可能性を模索していること、ライブ会場に募金箱が置かれていることを伝える。可能な限り、皆さんにエンタメを届けていきたいと思っていますので、 今年も一年よろしくお願いしますと決意を新たにした。ステージ上では記者会見も実施された。今年の抱負を聞かれると、個性あふれる回答が飛び出していく。宮近会とは仕事始めがコンサートで始まるというのは、なかなか経験できることじゃない。このありがたみを胸にいろいろな場所を回って、今年は仕事なめもコンサートでいたいなと思います。 と気合は十分の様子。吉沢静也は、振り付けをいっぱいしたい。トラビスジャパンもそうですけど、ジュニアの子たちにも振り付けとか、いろいろできたらいいな、と笑顔を見せる。締めかけ竜也が、今年はたつ年、僕もた也やという名前なので、グループのやりたいことや自分のやりたいことが叶う年になるといいなと思ってます。リオールのアンバサダーがやりたいです、と野望を語ると、 メンバーからは、やってほしい。ぴったり、と口々に同意の声が。2023年は様々な経験をしたという松田は、今年もいろんな経験をさせていただきたい。視野広く、楽しくファンのみんなとやっていけたらいいなと思っています、と展望を語る。中村海斗は、健康に過ごせられればいいなと思います。本当に体が基本点々資本だから、と、 メンバーからの指摘を受けて笑いを取りながらも、タフなパフォーマンスを見せるという彼らしい目標を掲げた。松倉海人はグループとしてファンと会う機会を増やしたいとしつつ、個人としては個展をやってみたい。趣味で写真を撮っていたり、アクリルアートを始めたので、皆さんに見ていただける機会を作りたいです。とアーティスティックな一面を見せた。今回のツアー演出を手掛ける川島のエルは、 7人でコンサートを作るのがすごく楽しい。だから色々なコンサートを作りたいです。個人としては今年もまた資格を取りたいです。今年は総合旅行業務取扱い管理者を取ろうと。これに合格すればワールドツアーが組めるんですよ。トラビスジャパンのチケット、ホテル、航空券、点々とセットで安全なパッケージでお届けできたら。 と増し立てると、メンバーは、どうなってるのマネージャーよりマネージャーみたい、と圧倒された様子。7人それぞれがグループとしても、個人としても、精力的に活動すべく、ユニークな展望を持っているようだ。最後は7人で書き初めパネルの集を囲み、宮近が、2024年もファンのみんなと、トラビスジャパンと共に、いろんなところを回って、 周りのみんなを幸せにしちゃうグループでいちゃってもいいですかと問いかけると、ファンからの賛成、コールが会場に響き渡った。続いてのブロックは、ユニット曲を中心に個々の能力や個性、そしてメンバー同士の結びつきが強く反映されたステージとなった。松松コンビの松田と松倉が二人で作詞作曲した、ブロコロン賞格好りは、 ファンに見守られながら徒歩でセンターステージに向かい、お互いの顔を見つめながらギター弾き語りで歌唱。ギターを弾く姿はファンの前では初披露だという松田は、序盤には少し緊張した様子も見えたが、徐々に二人で笑顔を交わすような場面も。スクリーンに映し出された彼らの写真や、互いの絆を歌い上げた歌詞はもちろんのこと。 歌声の相性の良さに心を揺さぶられた人も多かったのではないだろうか宮近と川島による「デイオフは直筆のリリックがスクリーンに映し出された内省的でもあり生々しさや生命のシンプルな美しさを感じさせる歌詞をじっくりと噛みしめられる演出に加えムービングステージで繰り広げられる2人のコンテンポラリーな表現や程よい抜け感のあるダンス ハーモニーの美しさと見どころが尽きない一曲だ。メインステージ全体を広く使い、ダンススキルを持ってアーティスティックな魅力を開花させたのは、中村、7号三掛、吉沢の3人。映像とリンクさせた妖艶なソロダンスに加え、ダイナミックで原始的な群舞も美しい。パラノイアという楽曲が持つ多面的な魅力を最大限に引き出したステージだった。 白と黒を基調とした衣装を身にまとい、ワイルドさで見せたターンアップザバイブ、アダルトなボーカルをしっとり効かせながらダンスチームとしての結束力を示した、ハッピーグルービー、ジャズバージョンと続く。さらに、スロープとなった LED パネルを大胆に使い、漂うような重力を感じさせないダンスがセクシーでアーバンなティルザドーンは、彼らの新機軸と言えるだろう。 ソロダンスを終え、ライブもいよいよ終盤に。キスマイ FT に千賀健人が手掛けたカラフルな衣装に着替え、ポップでダンサブルな、キャンディーキス、タフなステップを繰り出す、パーティーアップライククレイジー、レーザーライトと同期した緻密な振り付けが印象的なムービングピース、爆発的な完成に迎えられた座礁細かな動きと野生的なムードが融合した、99%。 観客を触り続けた、ロックロックと怒涛のダンスナンバーが続く。ラブタグでは炎の特攻がメロディーとシンクロし、演出に負けない激しさとセクシーさを共存させたパフォーマンスで会場を魅了した。ポンペン最後の曲は、レベルアップ。スクリーンに投影されたゲーム世界で動いているような振り付けと、クールなサウンドに合わせて綿密なチームワークで編み出されるステップテンテンと、 その力は衰えることなく、まさにレベルアップしていく様が凄まじい。圧倒的な熱量のパフォーマンスに観客も煽られ、ボルテージが最高潮に達したところで本編は終了した。エンドロール映像が終わるとすぐに起こったトラジャコールに依頼、ツアーグッズのスウェットをアレンジした衣装で7人が再登場。アンコールは、キング・オブ・ザ・ジャングル、ビッグ・バング・ボーイを披露した。 ここでもう一つお土産を持って帰ってもらおうかなと思っていますと次の楽曲のみスマホ撮影 OK だというサプライズがこの日披露されたのはジャストダンスのびのびとしたダンスと溢れる笑顔はファンにとって嬉しいプレゼントとなったはずだ最後のナンバーはトゥギャザーナウメンバーとファンが一つとなって美しい歌声を横浜アリーナに響かせる 手を振りながら、潤んだ瞳で客席を見つめる7人の表情が印象深い。君とまた時間を重ねてく思い出が僕らをつないでいるという歌詞の通り、一時の別れと再会の約束を歌い上げ、ツアー最初の公演は幕を閉じた。今回のツアーで強烈に突きつけられたのは、まず彼らのダンスへの自信と情熱だ。世界レベルの実力は誰もが知るところ。 それを改めて原点と定めたふに踊り続けた今回のステージでは、技術だけではなく魂の部分を磨き続けていることを証明しているようだった。さらにトラビスジャパンならデハのクリエイティビティも凄まじい光を放っていた。綿密に計算されたライブ演出を川島が務めたことを筆頭に、振付や楽曲制作の面でも高い能力を見せつけた。無論、 パフォーマンスを介して個々の表現力、芸術性の高さは12分に体感することができ、7人全員がトラビスジャパンのステージでしか味わえないクリエイティブなエネルギーを作り出していることは間違いない。何より会場の隅々にまで愛を惜しみなく伝える姿には、アイドルとしての狂事と積み上げてきた伝統を感じさせた。それは、 高い技術や能力では説明しきれない特別な輝きであり、これもまた彼らの本質の一つなのだと思う。トラビス・ジャパンという旅の途中、一風景となってその本物の輝きをこの目で見られたことは、とても貴重な体験だった。この輝きが世界を席巻する日まで彼らの旅を見届けたい。そんな風に思わされるライブだった。